都議会では今日各党の代表質問が行われました。羽田空港の国際化など都の重要施策に国が協力するという去年の約束が麻生新総理の下で果たされるのかという質問が出されました。では都庁から伝えてもらいます。はい、お伝えします。これは都市と地方の税収格差の是正策として東京都から地方へ法人事業税3000億円を移譲する見返りとして約束されたものです。去年12月に開かれた石原知事と福田前総理の会談では3000億円を移譲する見返りとして国と都の協議期間を設けることが提案され、現在羽田空港の国際化など13の重要課題について国との話し合いが進められています。今後の都財政に厳しさが予想される中で福田前首相との約束の履行についてはどのようにお考えか、知事の見解を伺います。石原知事は国の協力体制は変わらないという考えを示す一方、都議会民主党は総選挙の後も自民党政権が続くことを考えているのかと皮肉を交えて次のように答えました。もとよりこれは一国の総理大臣、都の代表であります都知事との約束でありましてですね、政党が変わったらどうなるか分かりませんけれども、同じ政党の総理大臣が変わることで、これが本質的に変わるということはありえないと思います。あってもならないことだと思います。したがって言われまでもなくこの国との約束を確実に履行を求めてまいります。それにしてもですね、この質問をお聞きする限り、都議会民主党というのは総選挙の後も自民党政権が続くことを前提に考えていらっしゃるようで、これはいささか軽減な感じがいたしますが、また議会では新型インフルエンザ対策や新銀行東京の減資に伴う基金の積み立てなどが盛り込まれた935億円の補正予算案についての質問が相次ぎました。年度途中に本格的な補正予算が組まれたのは初めてで、石原知事は都民の不安を解消する緊急対策をとりわけ早く実行するためと説明しました。また安藤辰巳福祉保健局長は答弁の中で中学3年生までの医療費助成を拡大する方針を示しました。明日は各会派の一般質問が行われます。以上、都庁からお伝えしました。